皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィッシュです。信長の野望、創造、戦国、李氏伝の、山の内上杉家、続きをプレイしていきたいと思います。今回はですね、第6話ということで、無事にここまで、プレイを続けてくることができています、ということですね。で、最初にですね、いつも通り情勢ですね。前回までのプレイを踏まえた情勢をお話ししておきたいと思います。というところなんですけども、実は最近ツイッターの方でですね、なんていうアカウントだったかな、実況支援ボットとかっていう名前のアカウントだったかなと思うんですけど、そのアカウントの方がつぶやいていた内容にですね、面白くない伸びない実況の特徴みたいなのがあってですね、一つが、ボソボソ喋る、サムネイルがつまらなそうとか、いくつかあったんですけど、ゲームを始めるまでが長いみたいなのがあってですね、僕も指摘されていた事項のほとんどが当てはまっているなぁと思って、ちょっと何も言えないかったんですけど、そういうのもあって、情勢はちょっと短めにちゃちゃっと話しますというところでね、早速情勢の方を話していきたいと思うんですが、ここまですでにもう長いですよね。山の内上杉家なんですが、拠点一つ、武将1人で始めたんですが、現在は拠点中に武将42まで、勢力を伸ばしてます。で、相変わらずというところなんですが、大国北条、武田、長尾、この3カ国とは同盟を継続して、この同盟を、後ろ盾に北進を続けているという状況ですね。で、目下はですね、さらに北側にある、例えばなんですが、この大崎家、さらには葛西、この辺りをですね、駆逐しつつ、伊達を包囲するような、拠点を確保してですね、最終的には伊達を食い、そして今、同盟を結んでいる三大国とも決戦に及んでいくということで、目標を持ってやっていきたいと思っています。では、早速続きをプレイしていきます。まずはですね、今回は、さしずめというところなんですが、この大崎家は伊達に従属中ということになってますんで、まずは、この葛西家ですね。葛西家、城を3つ持ってますので、この葛西家を狙っていきましょう。で、葛西家はというと、どっかと同盟を結んでたりということはありませんので、葛西をね、叩く好機を逃さずに葛西を叩いていきましょう。では、外交ですね。まずは、しっかりやっておかなきゃいけないところがあるかなと思うので、見ていきましょう。長尾家に対しては、残り12ヶ月の同盟を残していて、今、工作中ですね。なので、これはこのままにしておきますと。で、伊達に関しても今、就航が100、就航状態で、信用が100状態あるので、外交はね、特に必要なさそうですね。で、あとは今の拠点。この後拠点をね、変えていく可能性もありますが、現在の拠点であるこちら、平井城。ここをね、さらに改修していきましょう。ただ、木材不足とかに陥っているようなので、今すぐはちょっとできないかな。となれば、このターンで特にやらなきゃいけないことはなさそうですね。人商をいくつか作って人口を地味に増やすとか、それくらいかな。とにかく今、深刻な武将不足。あと、材木、鉄などの資材不足ですね。特に武将に関しては、本当に、数こそ40人以上いるんですが、こんなこと言うと家臣に怒られますけど、質ですね。質がとにかくあまりよろしくないというのがあるので、質をしっかり高めるためにはですね、優秀な武将をしっかりと獲得していく。その目下の目的、目標が伊達家攻略なんですよね。ただ、今、伊達と正面からぶつかっても、勝てたとしてもかなりの消耗は余儀なくされてしまうというところはありますからね。それを避けるためには、何としても、この葛西家あたりを駆逐していくっていうところからですね、始めていかなきゃいけないかなと思います。
して先ほどですね、撮ったところで、最上義明とかこの辺りが今ちょっと怪我状態になってますけど、病気状態になってますけど、この辺りが回復してきてくれたらだいぶ変わってきそうですね。あとは太田、ここも優秀どころかな。この辺りの武将たちがこれからの、この上杉家を支えていってもらわなきゃいけないですからね。では、ちょっともう1、2ターン送っていった後にですね、城攻め、火災攻めを始めていきましょう。政策を執り行います。とりあえず武将をすべて帰らせて、一旦兵力の回復に努めましょう。伊達家との同盟残り1ヶ月と出てますが、ここは、もう1ヶ月。もう1ヶ月じゃないですね。24ヶ月、同盟を結んでいきましょう。で、今ので外交の信頼を消費したので、伊達に関しては工作要員を派遣しましょう。まあ、火災家自体の勢力はそんなにめちゃくちゃ大きい、強いよっていう感じでもなさそうではあるんですが、火災家の勢力をちょっと確認しておきましょう。拠点3、武将6、兵数が6437で、伊達と同盟中か。さらに南部家とも同盟中ということは、南部から援軍が来る可能性が高いですかね。ただ今、工藤隊と南部、さらにはこの葛西がいざこざを起こしてそうな、そんな感じがするぞ。ここにいるのが葛西の武将がいますね。粕山がいる。で、ここには南部家ではない。安藤家ですね。が出張ってきてるので、ここがぶつかりますね。南部、安藤、さらには葛西で三つどもえの戦いが始まりそうなので、これに参戦していくというのが良さそうだな。では武将を出していきましょう。ここ武将の数結構いるな。あとは、一度ここまで。来ているので、葛西家を先に攻略した後に一度軍団の再編成をしていきましょう。縦長なんでね、いかんせん、我が方は。で、さらに出陣命令を出していきましょう。軍勢が出せるところは出して、一気に攻め落とした方がいいかなと思うので、小出しにするよりかはやっぱり一気果敢に攻めた方が結果的に消耗が少なくて済むかなというところですよね。で、唯一の優秀武将と言っていいでしょう。太田道灌、統率、武勇、知略全て105へのこの太田道灌も出していきます。この道灌がね、この山内上杉家の守護神的な役割になりますからね。兵糧不足で出せないか、ここは。ここは頼政が帰ってくるまで待ちましょう。平井からはね。じゃあ、これで総勢約1万の軍勢になったと思いますので、これで攻めていきます。守りの武将の数はだいぶ少ないですね。56、60とかそんなもんかな。そんなことないね。兵数は3500いますね。
します。この初戦で全て決まると言っても過言ではないですからね。先月の収支です。報告いたします。かしこまりました。敵を追い詰めます。我が戦、お見せしましょう。出陣します。やっぱり武将の質が物を言っているのか、かなりご命令くだされ、報告いたします。報告よろしくない、そんな状態が続いているな。で、武田との同盟は継続しますので、再び交渉する者を任命していきましょう。んで、おそらく兵数で勝っている者の城攻めには武将の質、兵数ともに足りないと思うので、ここで乗りまさ3900を追加で派兵していきましょう。出陣します。この時までに南部の援軍が来なければ、この火災家を守る寺池城は落とせそうな気もするんですけどね。かかれ。せんぞ。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。2000の援軍が来てますね。南部から2000の援軍か。で、残りの兵数は403。ここは海戦で終わらせにかかりましょう。で、同じところから攻めるのが鉄則ですからね。無駄な戦いを2個3個としてしまって、我らに撃てぬ敵はありません。だいぶ兵を削っちゃいましたね。戻ります。我が戦、お見せしましょう。出陣します。表情を始めましょう。報告いたします。さあ、早速敵が攻めてきてるけど、これは南部家か。南部が早速火災を助けに来てる、そんな感じかな。まあ、ただここで叩いておけば多少なりとも楽になるでしょうというところで、ここで南部家をこの寺池城で迎え撃ちましょう。こちらには援軍がさらに来てますからね。乗りまさ自身が率いる約4000が援軍で向かってます。待機せよ。ここは大友の話ですね。スキップさせていただきます。さあ、守備よく先月の収支です。報告します。敵の攻撃を退けましたので、ちょっとこのまま駐留させましょう。乗りまさは危ない感じがしますからね。で、南部安藤、さらには、この上杉家含めて少しごちゃごちゃしてきてますので、一気に型をつけるためにもこの丹沢城を取りに行きましょう。
ちょっと無茶をしてでも城を取りに行く、今はそんなフェーズかなと思いますので。出陣する。まあ、約1万近い軍勢を出すので、この丹沢ぐらいだったら取れるでしょうという期待も込めて出陣させていきましょう。ただここは強撃がちょっと難しいんですね。片方からゴリ攻めするしかないっていうところはありそうですね。伊達も順調に勢力を伸ばしている様子があるので、本当にもう一刻の猶予もない、そんな感じがします。報告します。先月の収支です。あと兵力が出せるところからはもう多方面に一気に攻めてしまって、葛西を滅ぼしましょう。いよいよ伊達との勢力争い、決戦の日もそう遠くない、そんな感じがしてきましたね。まあ、今伊達とぶつかってもくどいようですが、ちょっと勝ち目がないので、来たるべき伊達との決戦に備えて、この葛西家は何としても取りましょう。しかも他の大名家の力を借りずに取るっていうのがね、重要ですね。逃げたければ逃げなさい。敵将討ち取りました。我が戦お見せしましょう。ご命令くだされ、報告いたします。長尾との同盟ももちろん継続です。まだ三大国と戦う力はありません。よし、葛西家を取るための丹沢城は落としましたね。ただ今援軍らしきものが上から来て、これはどこ？南部か。南部はちょっとでかいぞ。こうやってみると兵数が2万5千か。まあ総力戦になりそうな感じですね。ただ南部を食った方が東北の優位になる、そんな感じがしますね。南部を食うためにここはサクッと終わらせたいけど、南部の春政4000が援軍できてるのか。これをなんとか城で迎え撃つ方がいいですね。きっと下手にお任せください。撃って出るよりかは今取ったばかりのこの丹沢城で迎え撃ちましょう。かしこまりました。出陣します。逃げ道は与えぬ。山城になってんだな。ここは一気に城攻めにかかりましょう。援軍到着前に落としました。敵将捕らえました。力を合わせよ。さすれば勝つ。敵将さあ今こちらに兵力が結集しているこの隙をついて、どうでしょう、南部に一戦仕掛けてみますか。この花巻城に対して花巻城に対してちょっと一戦仕掛けてみましょう。
かしこまりました。続きなさい。お任せください。やっぱり初戦を制するとその後だいぶ有利な戦いが進められますからね。先月の収支です。この最初の一戦は大事にいきましょう。参ります。この最初の一戦で万が一大敗を喫することになるとちょっと厳しくなるな。早めに2正面作戦に持っていかないと。と正面からやり合って勝てるだけの力はないのかな。ちょっと兵数が足りないですよね、きっと花巻城を落とすのは。お、ただ花巻は落としたか。我が戦お見せしましょう。我に打てぬ敵なし。放水事情、ここは落とせないかな。さすがにちょっと無茶に仕掛けてみますか。香水事情もやっぱり攻められるときに攻めておく。承知いたしました。承知いたしました。伊達との戦いに備えて少しでも城は取っておきたいですからね。敵を追い詰めます。我が戦お見せしましょう。かしこまりました。今香水事情を取り囲んでますね。養生を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。ただ耐久が高いんだな。であれば合戦で仕留めにかかった方がいいかな。上兵の数は少ないですからね。152。行くぞ。ここで一旦じゃあ皆さん帰ってもらいましょう。思ったよりサクッと城を取れたのでだいぶ拍子抜けですが、皆さん兵力が乏しくなってきてますからね。おお、南部春政に匹敵する名声を得たか。このまま南部を食いましょう。命令を報告します。でその前にですね、ちょっと一旦先月の収支です。報告します。城を召し上げていきます。まあ皆さん怒るとは思うんですが、その後すぐにまた再配布していくので怒らないでくださいということを言いたいですよね。ただただ召し上げただけってなっちゃうとね、なんか微妙な感じですけど。でまず沼田くん、沼田くんは頑張ってくれてますからね、いつも。まあこの4つの城を任せましょう。で武将は
まあ適当にというところですが、平井城から何人か派遣してあげるのが親切ですね。であとは優秀どころに任せていきたいので、ああ最上義明ね、最上義明はやっぱり北に配置しましょう。でどこを拠点にするかですが、まあ降水事情がいいでしょうね。降水事情は何といっても防御力高いですからね。ではこの拠点を与えて、武将も多めにつけてあげましょう。でもう一つ武家を立ててあげましょうか。で頼政はというと、もう本当に平井城だけに専念してもらうという感じでやっていきましょう。これでだいぶ楽になりますね。両国経営は任せておいて、本当にもう対局を見る、そういう感じですね。今だから3つ武家を立てた感じになりますか。お、ここで伊達が行きます。伊達がこっちに向かってきてるのか。南部は渡したくない、渡したくないぞ伊達に。ただこのまま行くと伊達が南部を食うな。下月祭と田村、さらには北ちゃんも来てるわけだな。で一方の南部の方は守備兵力がほとんどないか。南部の残された兵力はそれでもまだ2万あるんだな。この北に石川城、ここにある石川城に兵数がそこそこいるのかもしれないですね。とはいえ伊達がこのまま南部を食うのを見てるわけにはいかないしな。ちなみに今伊達家は拠点が12、兵数が4万ですね。一方の上杉はというと拠点17、兵数4万4千。まあほとんど互角だな。この互角の戦いでどっちが先に南部を食うかっていうのでだいぶ変わってきそうですね、勝敗の行方が。っていうことはこの雫石御所であってんのかな、ここはもうむしろ、いやーちょっとここの情勢は見守ろう。多分守りきれないと思うんですよね、伊達の攻撃に。となるとその後伊達が狙うのが万々が一この九度城だった時にまずいことが起きるので、兵を出していきましょう。九度城を取られると、九度城って多分南部の拠点の傭兵に当たる部分だ、傭兵に当たる部分だと思うんですよね。そこが取られるとまずいのでこちらが取りましょう。ご命令報告いたす。先月の終始です、報告いたす。
るぞ。表彰を始めましょう。先月の終始です。出陣するぞ。おーいせよ、いざ参ろう。いやー、ここはかなりの対戦になってるな。ご命令報告いたす。先月の終始です。かなり大きな戦いが起きてるんで、お味方が捕らえられました。合戦を仕掛けていきますか。山城か。山城の攻略は結構難しいんですよね。なので全国マップに戻って全国マップで削っていこうがいいでしょう。兵力的には優勢なはずですからね。ご命令よ、報告いたす。報告いたす。平井城の兵力が回復していてもおかしくないので、ちょっと様子を見に行きましょうか。うわ、まだ範政が戻ってないな。全然回復してないですね。駆動城を落としてくれたら、この駆動城を落とした兵力を持ってそのまま北進を続けましょう。生きるのだ敵将。捕獲した。表彰を始めましょう。報告いたす。本当にこのまま一気にね、北進を続けて残り報告いたす。南部の拠点水戸城、延べ地城であってますか。ちょっと見ましょうね。延べ地城合ってますね。それと石川城、そしてこの陸奥福島城、残り4つ取りましょう。あ、もう一個あるな。これ読めないですけど、ちょっと読み方確認して、特古城って読むんだ。これでこの特古城を含む残り5つの城を取ったらですね、いよいよ伊達を取り囲むように領地が配置されることになりますので、伊達攻めを開始していけるんじゃないかなと思います。今回は葛西攻め、そして南部攻めをお送りさせていただきました。次回は南部を滅ぼす戦いをしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひお楽しみにしていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。